はい8月あ元に7月9日土曜日12時、楽州大学が始まりましたということでいきなり初っぱなから噛んじゃいましたね <laughs>。ということで先週からちょっとすごいもうあのむちゃむちゃの風っていうんですか。あのの台風1号の影響で もう僕なんか昔はこう目はギラギラしてたんですけどおでことお鼻がですねゆでんのようにギラギラしちゃいましたけど皆さんあのどうですかこのむちゃむちゃもですねでも女性の方 このむちゃむちゃは肌にいいんですよということでですねプルンプルンしてませんかということで <laughs> いろんな意味でプルンプルンしてると思うんですけど洛西大学順調に始まりましたということで今日はですねえー、っとまた素敵な久しぶりですね久しぶりというかあの女性のゲストの方が来ていただいたので後で紹介しましょうね、その前にですねラジオパーソナリティやっている北西広之とあとオレンジ石油頭取の <laughs> <laughs> あ。次ね さ見ようこそよということで<笑><笑>えとあと大変ですよ、楽勝大学にもスポンサーがついてますからすごいんですよ、これ株式会社 k o さん浄水活性装置、光っていうまた不思議なあの浄水活性装置があるんでぜひです、ね、たんぽぽ農園に来ていただいていて、うん、まずどんな水かっていうのを飲んでみてもらってもいいですね、<laughs> そういうのでもあのどんなお水でたんぽぽ農園に来ていただいてもいいですしあと、たんぽぽおじさんっていう方も。 すごい人がいますんでですね、遊びに来ていただいて。昨日社長さん来てました。ああそうですか。ヤギ、はい、社長が、はい、はい。またなんかこういっぱい喋ってきました。<laughs> <laughs> もうヤギ社長もですね、とてもあのフランクでおしゃべりの大好きな人なんで、うん、多分こういう人だからこういうあの浄水活性器のあの活性装置の光のそういう技術をこう、うん、特許っていうんですかね。うん でも,もう独占であの販売できるということでまあ不思議なお水なんでそういうのをぜひ飲んでみてください,といとちょうど農園に来てたお客さんがすごい興味持ってくれてお水も飲んでおい,はい美味しいということでああそうですか江さんに電話あったらしいでああいとまにあるんですけどねはいはい <laughs> 詳しくはあの農園の方でじゃあそういうわけでもいいんですけど今日はですね実はあのピンチヒッターで。 来ていただいているゲストがいまして、実はですね、えー。一般社団法人就労自立支援す。ネットワークセンターというところからですね。えっ、ー、とですね、えー。はい、野崎百合子さんと、えー。コールパークでよ,よろしいんですか。コールパークともかさん。ーーね、あ、えっ、ー、と、ネイティブの発言をちょっともう一度お願いします。ネイティブじゃ コルバーグですあコルバーグさんコルバーグでいいんですか<笑><笑>すみませんちょっと無理やりネイティブに話しちゃいましたけど <laughs>、はい、がえっと急遽あのピンチヒージャーでめーってそこで言ってくれるともっと嬉しいんですけどこういうキャッチボールはおいおい後々 <laughs> やっていきましょうね <laughs>、はい、実はですね<や>あ<の>ちょっと引いた、ね、<laughs> <laughs> 実はこの出演も急遽昨日決まったっていうお笑い話がありまして <laughs> あのそういうあの 自立あ就活自立支援センターネットワークセンターのですねあの広報を担当している友吉泉さんですね、本当は今日ここで来ていただける予定だったんです一緒に宮古島まで行った人です。農園にもあのたまにもたらああの実はほら あのー、サイン会で宮古行く時に急遽決まった人なんですよね。はいはいは。ちょっと分かりますね。あの方っていうと <laughs> 身内で分かってるとあれなんですけど、広報 <laughs> 担当されてる泉さんがですね、ちょっとラジオの方出演お願いしますっつったらちょっと。うん ちょっと泉さんもちょっとサザエさんっぽいんですかねお魚加くわえたドラ猫を追いかけてみたいな感じで、うん、あのすみません、今日予定入ってたっていうので昨日いきなり来てですね、ええー、みたいな <laughs> ただ、急に白羽の矢が立ったのがあの野崎さんとコルバー、もございます。ということで、はい、今日はですね、実はあの就労支援センターっていうんですか、支援ネットワークセンターっていうの、どういうことをやってるのかなっていうのもちょっと。 そういうい話話もしながら内容のお話ですね、はい、ちょっとしながら、ちょっとまあ、担保農園の話も交えながらのお話し,していこうと思ってるんですけど、まず、ののちょっとかあの名前がすごく硬いんですけど、ちょっと就労・自立・支援センネットワークセンターって、どういう感じの,あのセンターなんですかっていうのを、軽くですね、やんわりとこう噛み砕いてというか、はい。 県にはいはい。る一人親のお母さんお父さんたちの中心的な。あ一人親。はいはい離婚なさったりですとか、死別とか、あと、まあ、結婚してないでお子様を持って、お母さんお父さんいらっしゃいますよね。あはいはい。シングルマザーですね。それを今一人親っていう形でも呼んでるんですね。その方たちがお仕事で悩んでるとか、あと、まあ、 キャリアアップのために勉強したいですとか、あとお子さんのことで悩んでる、っていうのを支援していこう、その中心になれるようなものにしていきたいなってことで、一人親3人プラスシングルの、シングル独身の子のあ4人で立ち上げああ、すごいですね。 女性パワーですね。あの4名で立ち上げたんですか。はい、4人なんですけれど、でも、はい、代表は男性です。独身の男性。<あ>独身の男性の<ー>。これもまた不思議なあれですね。とりあえずやっぱりあのほら今やっぱ新聞とかニュースでもあの貧困っていうのが出てますよね。でやっぱりあの共働きでさえギリギリなのにまあ差別とか離婚とかでそういうシングルにならずでない状況になってから。 かといってあの子供がやっぱご飯食べたりとかありますよね。はい、その時にやっぱり育てるって一人で育てるって言ったやっぱかなり苦るあの厳しい人たちが多いと思うんですようん、うん、実際問題、はい、厳しいですね。はいはい。私も厳しいです。<laughs> <laughs> いやここ笑。僕思うのはこういうの笑ってこう笑い飛ばすっていう沖縄のこうパワーってすごいなと思うんですよ。うんうんうん え、明日の,あの夕飯台ないわははははって笑う人とかいますよねあこれなんて前,前向きっていうかですねこういうのもあの「じジャズが」みたいな感じでこう悩むよりかとりあえず笑っとこうみたいな感じのちょっと明るいそういうなんかありますよねこれ僕な見習いたいなっていうのがあってはいはいはい。もうただ んくるないさそれとやっぱり母は強し母は強どうにかなるだろうみたいな感じではい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 詳しいあれはどういったことをするんですかねいろいろあると思うんですけど今は月えっと今年の5月から始た 授業なんですけどもカンフィートークっていましてこのカンフィーというのがカンフタブルの役でカンフタブルトークだとちょっと固くなるのでカンフィートークというのは名付けたんですけどカンフィートークで気軽に集まっていただいて気軽にリラックスしてお話をああもう潤沢会みたいな感じですは。 適当にもう自分が今思っていることを書き出してもらってその場でもうちょっとう楽になって帰ってもらうこれ、大事な話ですね、うん、あのやっぱりいろいろとシングルでいろいろと大変な時ってありますよね子あの本当にお仕事を持っていると、はい、あの子どもが熱出したからちょっと帰りますとかですね。 あととちょっと学校に呼ばれてるんでってなかなか言いにくいですよね,すね、はい。まあ仮に行けたとしてもやっぱその分お休みしなきゃいけないのでその分あの有給なんていういいとこはあんまりないですもんね。あの有給もらってきましたっていうような実際ないところが多いのでその分丸々一日そのお給金っていうのがさっ引かれてっていうのがあってさっ引かれるっていうとまたあれなんですけどでますますそういう。 あの貧困って軽く見ないでいででほしんすよね一回落ち込んじゃうとなかなか這い上がれない今現状になってるっていうのが僕の中でもすごくあのもんこれ問題だよなっていうのがあってですねあの普,通普通にこうし新聞とかテレビで貧困貧困って言ってるけどこれあの普通に出だしていいのかっていうのが本当はよくない状態なんですよね。それを、あのー、あの何とかしたいいっっててうのがあって まあ、僕たちできることっていったらまずはあのそういうネットワークさんあそうです就労支援センターさんのそういうお話し会でもいいかまずはあのそういう今の現状を共有してなんとかあの一緒に頑張っていこうとかあとあわ,あわよくばっていうのもまたあれなんですけどそういうのを聞いてくれる企業の人たちがじゃあそういう人たちを優先的にこうあのネットワークのそういうので。 採用とかですねあと子どもとかのそういう支援をバックアップしてくれるような企業さんがいてあ何時間あの学校の呼び出しとか熱出したりとかでもうこう「あの回る」みたいな CM みたいな感じですね理解してもらえるような大切ですよね、はい、そういうののまた情報の共有とかも含めておしゃべりの中で。 こうなんですけどって言ったときに私もそうだったけどこういうふうにして変わっていったよっていうのをまあ話が聞けるといい話ですねそういうこういうやり方もあるよっていうので情報の共有ですよねいろんなあの行政のそういうあれにしてもやっぱり知らなかったそれか使えなかった行政さんこういうのあるけど言わないんですよね全然 聞,いと聞きに行かないとなかなか教えてもらえないし僕らの発信ってなかなか届かない,、ね、ないですよね、ねこれ、うん、なんでですかね、かねあの何のために税金払ってるのかっていう話になるんですよね、やっぱりあの税金ってあの、やっぱりみんなのこういうの道路とかもそうですけど、やっぱりそういう医療費なんかもそうですみんなにこうちゃんと行き届くようなサービスを受けられるっていうから、受けられるのを信じて税金を納めてるんですよね。 ですねだから普通税金納めてるっていうことなんでやっぱ向こうの公務員って公に勤める人たちなんだから反対に困ってる人たちがいれば積極的にこう。 発信しなきゃいけないという義務があると僕は思っていここるとことなんですけどね <laughs> それをあえてこう言わなきゃ教えないみたいなスタイルっていうのは僕の中でも非常に違和感を持っていてその割にはあの視聴者のなんか立て替えでなんか立派なのできてえらい空調を完全に聞いているところでなんか仕事してやがるなみたいなこれ言うと,ちょっと反社会的に取られますよ。よの人も頑張っってますね <laughs> ちょっと僕 反社会的なところもあるんですけど <laughs> やっぱそういうので実際困っている人たちにはあのやっぱりあの市町村からもやっぱ積極的に助けてほしいっていうのが僕の中であって、ねはいはいはい、そのまま放置していいはずがない申請来るまで何もしないというのじゃなくてせめてこういうい情報発信ぐらいやってもいいんじゃないかなっていうので。 行政の情報発信がうまくいいいいっってないんってななですよね当事者にならないと何が困ってるかっていうのが分からないのでと思うので多分あのまあ行政に勤めてる人は当事者じゃないじゃないですかなので何が困ってるっていうのを分かってないから何を伝えていいのかも分からないっていう可能性も ありますよねやっぱりそういうので実はこういうのあるよっていうのであのネットワークセンターさんがですねこう情報発信してもらって、はい、でそれで少しでもですねあの助けてもらえるというか、はい、そうですねまず僕の中で助けるっていうのはもう他力本願じゃなくて僕が今一番問題になってるのは貧困っていうところにもしこう もう誰,誰でですすが可能性があるんですよね例えば病気してしまいましたとかであの収入が激減しましたとかあとそういうふうな先ほど言ったようなあの離婚とかですね、うん、そういうのもそうなった時にどんとそういう手元に入ってくるやっぱそういう収入がどんどん減っちゃうとあっという間に貧困に転げ落ちちゃって。 もうすごく問題ないのはそこからまた這い上がるには這い上がるっていうか普通の状態に持っていくのっていうのがなかなか今厳しいんですよね,すねはい、はい、あの再チャレンジっていうのが非常に聞きにくくなっててでそこであのそこのやっぱ条件すごい労働条件悪いけどここでこれくらいのね あのお給金もらえるから我慢しなきゃいけないとかっていうので結局企業企業さんっていうかそういうブラック系の企業さんですね,ですねあの残業代すら <laughs> とかあのそういうのでやっぱそういうのが、はい、犠牲になり得る人たちが実はそういう苦しんでる人たちっていうのがあるんで。あ、はいはい、あとあの時給って であの働いてる方とかはい、はい、契約社員ででますよねボーナスもないもう有料も上がらないずっと固定の金額でいかないといけない,はい、はい、でよそに移りたいけれども、はい、ここの会社が休みやすいから仕方なくもう移れないでいるっていう方も多いんですよね。あ まあ企業さんもですねそうやってなんか努力してくれればいいんですけど今、なかなかやっぱ企業さんの方もやっぱり経営の方が本当に厳しいところも多くて本当は払いたいっていう人もいるんですけどですがやっぱりそういうのでなかなか融通きかずにっていうところもあってうどうしても融通の利くところに働きたいっていうのはみんな思ってることで。はいうん で僕も今ちょっとあれなんですけどいやもう求人誌なんか見て思うことがあってですね今なんか法改正であの年齢とか何歳までとかあと本当は女性スタッフを募集してるんだけどそういう性別的なことを考えてもいけないっていうので、うんうん、僕なんかもう「おこれいいな」とかって思って行ったらあ ちょっといろいろ調べてみるとやっぱり見えないラインって年齢であって45っていいうのがすすごいラインなんでよあとですねやっぱ男性って女性に比べてまああの言い方あれなんですけどやっぱりぐッっと働ける内容がすごく縮まっちゃうんです。 よくあのスーパーなんか行ってもあのパートなんですけどやってる方っていうのはやっぱり女性の方ですよねとか他のそういうあのキッチンホールとかでもそうなんですけどなかなかあの男性がこうやって惣菜でってなかなかやってるのってなかなかあの後ろで本当にあのお肉切ったりとかあの調理するのぐらいであまりそうでですすね実はないんですです、ね、女性中心に取ってると思う,そうなんですよはい,、はい。逆<に> で男性っていうのがなかなかこういうとこにこう行くとないなっていうのがあって <laughs> こうなるとどういうとこがあるんだろうってなるとちょっとやっぱりあのちょっと怪しい香りのするよ <laughs> これきついなこれみたいなのしかはいどうぞ <laughs> ロリーの運転手はありますよあロリのあ実は大型免許持ってますんでですねあのこう一番星見つけたみたいな感じで落書 <laughs> です実はでっかいの僕転がしている経験があったんで。で話、まあ、話すの話でも <laughs> そういうのとかやっぱり男性も実はですねあのもうこここういうとこではもう無理ですって結構心壊してる人いっぱいいるんですん実は。大企業を勤めてよかったねってみんな喜んでるんですけどそこの中もやっぱりいろいろと企業が大きくなればなるほど結構そういうの出てくるんですけど壊れるっていう言い方はちょっと心病んでしまう人がいてそれであの思い切って。 じゃあここから出た人は出た人でそれはいいんですけど次何しようって言った時にやっぱそういうなんていうんですかねあの就職状況っていうのに <laughs> はい出てしまうのでやっぱそういう人たちもあ男の人もそういうのでお話し会とか聞きに行っていいんですかねあ,あ全然大丈夫あ,あはい大歓迎ですあそうですかあの男女の区別なくあ はいはいはい。別にあの子育てしてるとか、なんとかじゃなくて、独身さんでもオッケー。一応一人親。そういう人たちがお互いシェアして。はい、でも、僕の中であの、すごい、僕、沖縄、僕はナイチャーなんですけど、内な向くです。で、十八<ー><で>まで、僕石川県にいたんですけど。沖縄に来て、まず真っ先に、こういうふうに。 あ、すごいって思ったのは何かっていう。横のこう。繋がりがすごいっていうことです。例えば、うん、あこの人知ってる？知ってるって。みんなあの親戚だよ。みたいな感じとか。うん、あ,あどこどこのあ、うん、この人知ってる高校で同級生であ,あいつね。みたいな感じとかでそういうのでいっぱいお仕事とかこういうところだ。うん、あ、こういうのをちょっと探してんだけどって、ああなななな。あれに聞いてみるよ。みたいな感じです。ごい。横とのネットワークがすごいっていうことで。だからこの就労支援センターの。 あれも、どん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 人が増えていけば、そのなりにあのやっぱり。いろんなところにつながってくると思うんですよね。はい、はいはいはい。<ー>だこのは広げるっていうのすごい。 僕いいこととだ思ってますここに書かれてるリサイクルリサイクル品を集めてっていうのはリサイクル持ってくるのは誰でも持ってきてもどなたで結構ね赤ちゃんが大きくなったっていうことだねベビーベッドがね誰かもらう人じゃないかねってよく話が聞くも はい。あともうなかなか洋服買ってあげられないとかいう家庭も中にはあるって。中にはやっぱ厳しはい。ちょっとそういう話もですね、実はちょっと貧困というのでびっくりした話とかもいっぱい聞くんでですね、実際現状としてどうなのかっていうのもちょっと後半ちょっと C.M. 入りますけど話してもらえればなと思います。ちょっと C.M. 入ります。あのこっちは無理につけなくても大丈夫ですよ。はい。に肉声で聞こえますんで。なるほど。 あもうちょっと柔らかく話してもらってう <laughs> 柔らかく話したら大変なことになるから <laughs> 柔らかく話した方が聞く人もあの柔らかく聞こえるんで途中であとまだ五次元的なお話もしますんで五次元って何五 <laughs> 次元って、うん、その話もですね、うん、はいはいはい そうなんですよ。そうなんですよ。一応この会話はユーストリームで出てますんで、なんか今のうちに話すこととか、ね、<laughs> もうあのなんだっけ、企業さんからの企業さんとか、うん、えっとまあこう会費を出して。十四、はい、枚です。協 <laughs> 賛してくれる人待ってます。<laughs> <laughs> はい、中盤入りましたということでえっ、ー、とですね、またすごい自立支援。うん ネットワークセンターということでいろいろとあの沖縄のちょっとそういうふうなですねシングルマザーとか一人一人でこう子育てにちょっと。 大変な思いしている人たちを助けたいっていう人たち、えっ、ー、と島袋さんとコールバークル、<laughs> コールバークさんが。いろいろと活動してもらっているということで。<laughs> はい。野崎さんです。野崎さんです。ああ、これまたやっちゃいましたね。<laughs> はい。何か見えますかね、島袋さんが。<laughs> ああ、島袋。<laughs> <laughs> すいません、これよくやっちゃうんですよ。はい。あの、よく、あの、本当にこれ本当なんですかっていうのも聞くことがあって、あの。 やっぱ子どもさんとかでも給食でこう本当に栄養をとっている人とかもいるっていうのをちょっと聞いたことがあってですね、はい、あここまでちょっともう厳しくなっているんだったらあのちょっと行政というかあのもうみんなが何とかしなきゃということで僕、この就労支援もうネットワークセンターなんかも思うのはですね、はい、あのちょっと今の世の中のですねちょっと歪ん,あの歪んでいるこう流通機構ですか。 例えばあのやあのの食品いっぱいあるけどもう賞味期限とかがもうギリギリだから廃棄しちゃうそういうのが片やあったり片や先ほど言ったように給食費で何とかあの栄養をとっている子がいたりああのの歪みがひどいんですよねあのこれ地球上でも言えるんですけどやっぱアフリカとかやっぱ中東とかインドなんかもそうなんですけどやっぱ貧困とかが半端なくでも片やすごいあの 裕福な人もいてっていう、ちょっとこのバランスがですね非常に崩れ出してきているので、ちょっとですねそういう理解を持っているそういう企業さんとかがですね分かってもらえたら、そういう支援を受けて、僕の中ではそういう歪んだそういう物流を、ちょっとそういう人たちにもこう流してあげるっていうやり方ですねそうですすねねそういう企業さんがいらっしゃいますのらぜひ連絡取っていただいて、伺います。 伺いますもう何かあるのであれば沖縄県全域を対象にしているのでどこにでも私たちの方から宜野湾だけ限定のネットワークじゃないです沖縄県としてのそういですねだから7月は宜野湾宜野湾市の男女共同参画支援センター福福ってちょっと場所分かりにくいんですけどそこで16日の土曜日に2時から。 2時から4時まではトークなんですけどその1時間前から準備してあとリサイクル品を見ていただいて欲しいのがあればそれを持っていってもらうっていうことでやってますのでぜひそうですね何も予約とかないので気軽に飛び入りでもうポンって来ていただければ待ってますのでぜぜひひあと8月もやるんですね。 8月,8月は沖縄市になります、ねはいはい、あの福祉文化プラザというところで時間は同じ2時から4時ですはい、はい、毎月毎月、第3土曜日にやるということで決めていますのでこれネットホームページもやってるんですか ホームページは今あの作ってる途中あ、作ってる途中なんですが、はいはいなるべく早めに持ちげます。はいあのホームページがあったらそういうのでもこうアクセスしやすいなと思いました。フェイスブックをやっておりますので、ああそうかそうか。f a c e b o であの就職就労自立支援ネットワークセンターは NWC で NWC で検索すれば。 フェイスブックとか出てくるんですか。就労自立支援ね支援で、はいはい、あとネットワークセンターの方を NWC で略してネットワークセンターをあ,あそうなんですか。はい、でやってるのでちょっと名前が長い,長いこれもうちょっとあの <laughs> キラキラネームじゃないんですけど <laughs> できないんですかね。これあの男性うちの代表はい、はい、男性なんですけど方々が。 えっと、考えた。多分登録するのに、ちょっとそういうのが必要っていうことなんですよね。もう登録終わってるんで、ちょっとニックネーム的な、ちょっと。ああ、あれね、みたいな感じの、あの。何かじゃ、いい、あの、ニックネームがあれば。ギノ野ンって言ったら、何ですかね。羽衣伝説とかは、あれ、何でしたっけ。あれ、ノ野ンでした。はい、宜野湾です。羽衣伝説ありますね。はい、はい。ちょっと、は。やっぱり女性だから、羽衣の。はい。 結局あの羽衣う見つけて手にかえちゃったので片親になっちゃうんですね、お父さんも。羽衣伝説のちょっとそういうのでちょっといいあの名前が。ああ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 ですすはいんんにっっっててののだるかそこ新ビスりりままね 場所あるけど、あのそのこういう NPO 法人とか法,法人名では使ってるんですか？法人名で。お、ちょっと検索してやってみた方がいいんじゃないですかね。もう一回名前言ってください。その方言のハ衣の方言って何？<と>トビウスハニウス。トビウスハニウス？トビウス。トビウス。トビウス。あの外でやりましょう。<laughs> <laughs> あ、後で後で。あ,あ、そうですね。<laughs> 楽屋の方で、はい、いや, <laughs> いやこちらで話さないもうユンタクのそういうあれなんではいそういう感じであのこう集まってですねはい話すっていうのとか非常に大事ですこう情報の共有じゃないんですけどちょっとやっぱどん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 人を広げていけばこう 聞いてくれる人たちが増えてくれれば、どういうことになるかっていうと、やっぱり。そういうの協賛してくれる人とかが増えてくると思うんで。はい。あの、探してます。募集してます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。なん、なでもいいんですよね。そういう本当賞味期限前になったそういう食品とかを。もう廃棄するくらいだったら、もう、はい。あの、まあ、会費で年会費を払っていただいて。あの、頑張ってって言ってくれる方でも、全然構いません。はい。はい。 お礼はしますありがとうございますあとこれ言葉でコルバークさんあのちょっと質問なんですけど実はそういうふうに活動しているそういう方っていっぱいいるんですよね実は沖縄市でもこの前テレビで見たんですけどやっぱりそういうふうにこの部たちに夕食をこう振る舞うっていうか集まアツアー作り場所づくりですそういう人たちとちょっとあのこうタックを組んでじゃないんですけどやっぱりあの ちょっと小さい中いというとちょっと語弊なんですけどこういう小っちゃいコミュニティでやるのもあれなんですけどやっぱそういうのでお互い共有できるような共感できるような人たちとやっぱり一緒になるっていうのも非常に大事になるんじゃないかなっていうのがあって、はい。うん 別にこの、ネットワークセンターの、あの、もち、もち、あの、なんて縄張りだから。入ってくんなみたいな。そういうのはない。全然ない。まあ、他のことに関しても、やっぱり、どん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 、他の、そういう。N. P. O. さんとも、こう、共同でやっていきますよっていうような、スタイルなんですよね。あの、うちの代表自体も、他に N. P. O. 法人、てまあ、準の会っていう。まあ、準の会。だから、他の、あの、団体さんとも、交流。 大歓迎だ。うん、もう、うん、私たちからでも伺います。<あ>うん、はい。何か情報あれば、行きますので。やっぱり、そういう基本、あ、まあ、一人親で、こう。頑張ってるっていう、あの支援もあるんですけど、ちょっと、あの。 なんていうギャラリースペースでちょっとお話ししたちょっと発達障害っていうのも僕の中ではぜひ広めていきたいなっていう活動なので、はい、そういうのもちょっと入ってもよろしいですかねもちろんですはい、はい、あのやっぱり一人親世代の中で発達障害などあの肢体不自由とかそういったいろんな障害を持ってるお子さんを育ってている方もかなりいらっしゃるのではい,、はい、いらっしゃいますよね本当にそういう人たちってやっぱ孤立しちゃうっていうのがあるんで,んで、うん、あの孤立化を防いで実はこういう仲間と来てこういう情報共有なり ちょっとちょっと相談乗ってこういうところいるから行ってごらんとかっていうのができると思うんでなかなか日本もですねあの貧困もそうなんですけどやっぱなってみないとわからないっていうのが結構冷たい言い方する人いるんですよ。本当にあの、はい、あのの 生活保護を受けてるって遊んでこうお金もらってとかってけどやっぱ実際そういう人たちのお家とか行くと本当に切実なんですよねやっぱり車社会じゃないですか沖縄ですけどあのそういう保護を受けるというと確かにお金はもらえるんですけどそういう最低限というか必要最小限の生活になってくる時で車の保有も無理なんですよねとなるとあの実はあの車社会の沖縄で 実は車乗れなくなるっていうのは本当バスでもまあ利用すればできるんですけど実際そういうふうに金秀とかで <laughs> 企業の名前言って大体 <laughs> 3円さんとかですね行く時ってやっぱりちょっと年老いた方とかって大変じゃないですか歩いていくかもうタクシー使うかそれが生活保護の申請を受けるときにはい、はい、もう車の、うん。 こう譲らななきゃいけないけはい、はい、生活保護になったから車がなくなるのではなくてはい、はい、その前時点で車を処分しなきゃいけないっていう形なのでそ、うん、そううななんんでですかだから持ってないってことも全部含めて申請なので多分、うん、あのこう人に譲っちゃってはい、はい、でも申請降りなかったうん、うん、もう車ないじゃんっていう多分方も。うんうんはい だから本当にちょっとまだそういうのを分かってない人たちが、あのなんか生活保護を受けてるっていうのはなんかそういう風うな歪んだ見方をしてる人たちが多くて、一回やはり先ほど言ったように一回そこまでなっちゃうとなかなか這い上がれなくなるっていうことですね。お仕事するにもやっぱりあのまあ自転車でとかバスでとかってやり方あるだろうって言うけど、ちょっとそういうもう車社会で基本作られてるところが。 あるのでなかなか難しいっていうところがあるんですよね。うん、バスでもこう一本で行けるならいい、うん、そうなんですよね。かなしもそうではないので、電、はいね、車もねこの普天間の坂登って仕事に来るのって大変ですから、<laughs> ううう歩くうのでも大変なのに、沖縄、うん、の自転車はちょっと厳しいから、僕の中ではもう再チャレンジっていうのがどん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 潰されてるっていうのもすごく問題なんです。はいはいはい。ああなるほどそういうので、なんかあの。 ななかなかこう人に分かってもらえない、ももない理解してもらえないというところがすすごくネックですよね、うん、貧困っていうからちゃんと,もっと働いたらっていやもう一生懸命やってるんですよねお母さんとかはもう一人お父さんもそうなんですけど本当にやってるのになかなかそういうまあお給金はやっっぱちょっとそんなもらえないからぎりぎりになって結局、あの そう,いうそういうお仕事でこう時間割かれてるからおうちのこともなかなか見られないだん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 バトループに入っていっちゃってるっていうのもあるんでそうですね子どもとの関わる時間がだんだん減っていくそういうそういう人たちにはそういう人たちのなんかそういう共感し得るようなコミュニティっていうのがやっぱどうしても必要になってくると思うんですよ。今そういういので 着々とこの、はい、コルバックさんとかあのそうですねお互いに、はい、あの助け,合いまい助け合いましょうっていうのでゆいま、は、ー、い、るですね、うん、はいそうですねもしね子供をどうしてもあの預けないといけないっていうんだったらはい、はい、まあ私たちの中から見れる人がはい、はい、例えば資格持ってる人がいれば<か>じゃあお願いねとか、うん、ってねあのお互いにこう助け合うことができれば。はい はい、実はそういうサポートっていうかそういうのも実は市町村ではやってるんですけどねあのこ登録してあその時間だけ子ども見れますかみたいなとか、うん、でもなかなかあのこういうのやってるっていうのを分かんないんですよねいんでケンブレンの方でも、うん、あの年10回までは無料で見てくれるっていう,、うん、こう仕組みあるんですけど。はい なかなかねそういうのをううのも紹介できるのがこういうコミュニティですよね。うん、はいあ多分こんなのまいいすよいね。だからちょっとそういうのでだから先ほど戻ったように僕の中ではやっぱりあの今からの時代あの発達障害って言われてる人たち実はあのちょっとこういうちょっと今からちょっと不思議な話しますけど地球っていうかこう世の中自体やっぱりこうど,んど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 ん進化してる。 僕たちの中ではあのだん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 成長してるっていう言い方でもあるんですけどちょっとスピリチュアル的に言うと波動が上が上っ,っていいるるう言い方すすんですよねだから僕たちはあの今例えば今の子どもたちの方が実は進化してるっていうか先のそういう時代を生きてる人たちっていうのがあって今の物差しでその子たちを見るとどうしてもあの何て言うんですかねあの例えばあのなんあの 授業中にじっとしていられない子とかあと一点集中しちゃうともう周りが見えなくなっちゃう子とかあとそういうふうに何て言うかねお魚くん魚がくんみたいにすっごい他の図鑑とか丸分けするんですけど他のやっぱり一般でいうこういう買い物とか食事とか行けない子とかっていうのがあるんですけど僕の中ではそういうのはあのすごい魂の高い子っていう言い方するんですよね。先にそういういな今からの そういうい時代に合わせててて生まれてきてるんですけど僕たちがまあどちらかというと遅れてるというか古い頭で見るのでそういう人たちのは集団行動に馴染めないからちょっとこの子たちは異常だっていうことで日本ではあの残念ながら発達障害ってつくんですよ。障害者かこの人たちっていうのがあって今やっとですねあのその障害っていうのを言い方をやめようということで今 HSP っていう言い方あるんです。 <HS> はい、あのよく発達障害だ ADHD とか LD とかってよく言われるんですけど要はあのハイウェイセンスビティーパーソンこれあの <laughs> コールバークさんなら分かりますかねかん敏,敏感すすぎる子たちっていうことです <laughs> あ、はい、要はあの僕の中では例えばここコンサート会場、はいはい、ヘビメーターの会場でこうガーって僕たちずっといるとするじゃないですか。 別にヘビメタだからギューンギューンとかっってこうやってるんですけどもう慣れちゃうと普通なんです僕たちでも今生まれてきている子どもたちってもう耐えられないんですこの騒音が。分、はあ、かりますあの要はあのいきなりあのどう言ったらいいですか喫茶店でこうクラシックなんか聴きながら小指立てておコティー飲んでるんですけどそこからいきなりあのヘビメタ会場にこう連れてかれたみたいな。 それでとてもじゃないけどあのここのコンサート会場のこう,こうノリのステップで、うん、こう乗れないみたいな実はそういう子たちはい、はい、でもこの子たち何みんなこう踊ってるんだから踊んなさいよって言ってるんだけどそれ無理みたいな感じのちょっとそういう例えなら分かりますかね敏感な子たちなんですよ、うん、その子たちをちょっと理解してほしいなっていう先ほど言ったように、うんうん、そういうあの生活保護とか あのそういうのでまたゆが歪んだめか見方じゃないんですけど、そうじゃなくて実はそうあの敏感な <laughs> ちょっとなかなか言葉がですね。でもでわかります。一つのものにすごいあのはい、はい、能力を持っているはい、はい、可能性を秘めている子どもたちってことですよね。はいはい、他のはできないけど、はい、ここだけは、うん、あの優れてるよっていは、はい。エジソンとかもそうですけど、ね、あのそういうふうに <laughs> あのすごいここではすごい能力を出すんですけど他のことではちょっと あれっていうようよな人たちでもそれっていうのはあの日本ではこうやっぱりあの集団行動にこうなじますようにっていうことでやってる、うん、ちょっと出るとすぐ出る杭を打つみたいな感じでやられるんですけどそれをあのどん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 とそれあのまあアスペルガーとかもそうなんですけど個性として見てくれないかなっていうのがあるんです。うん はいはい。いつも思うんですけど、そういう一つのものにこう突出している子たちのあの可能性を秘めた子どもたちをあのそこその分野をこう育てられるような教育はいはいそういう場があってほしいないいなと思いますね。本当に数学が得意になったらその数学を伸ばすう伸ばして、芸術が得意なそこを伸ばすそういう。 あのそれぞれの個性を伸ばしていけるような、はいうん、教育がすごく私<あ>欲しいですね僕の中で学力テスト今沖縄県が今まで最下位だったからあのちょっとなんか教育委員からさんざん先生もお尻叩かれたんでしょうね、うん、上がったらしいんですけど、うん、僕が言わすと本当の学問っていうのはやっぱり人生を豊かにするために必要なのが学問であって歴史を学びました。 学校でででも年号ばっかりなんですよ室町時代に鎌倉から室町に移行する時にどういうことがあったかっていうのを答え切れる人って全然な何年何年に何とか幕府がとか何何年僕年号を覚えるのすごい苦手だった無理だったんですけど流れはとても面白くて終えたっていうのもあるんですけど学校のテストがそれれを認めてくれないいんですよねはい、はい、でそれで結局そういうのができないからとかじゃなくてあと。 絵なんかもそうですよねすごくうまい絵描く人いるんですけどやっぱ数学とか国語とかできなくてみたいなのであの個人のそういう光るものがあっても今の学校っていうのは平均化しか認めてくれないので。うんうんうん でもこの一つ光るものを伸ばすことができたら、はい、沖縄からすごい子が出てきますよね。そうなんですよね,ね僕の中ではあの沖縄県というのはこう言われてますけどあの本当にすごいアーティストが多いとこだなっていうのがすごく感じるのがありますのでだからあのこれ不思議なあれなんですけど学力テストの下の方にランキングされてる県を今度はネットで調べてください。そそのの人人たこの県はやっぱりそういうあの芸能人とか 世の中には発信すする人たちを結構多く出してんですよ、うんはい、やっぱりただ暗記じゃなくてそういうので学校で潰されるって言い方されるするとちょっと学校の先生も頑張ってる先生いっぱいいるんで、うん、あれなんですけどやっぱ個性っていうのをどんどん潰して平均化してみんなと合わせなきゃダメでしょうみたいなそういうところからですねあの沖縄の場合はまだ僕の中では。あの 大丈夫だと思いますいっぱいいますからそういうのをねあの認めてあげる大人たちが多くなれば <laughs> はい、はい、なるほどね,ね子供たちが伸びていくと思んでるん、はい、子供の才能っていうかですねちょっと変わったことしてるなぁとかっていうのを僕の中ではあの見守ってほしいっていうのがあるんです、うんはあ、見守るっていうのは結構またあれならちょっと 男の人だとこれ分かりやすいんです観察してみるっていうのもよく観察してみてこの子は一体なんでこういうことをやってるんだろうとかって見ると非常に光るもみっ見っけなるんですよ。それをどんどん伸ばしてあげたら自信にもつながりますのでやっていただけたらない。ということで終盤はこういう話になりましたけどちょっと一回 CM 入ります。はい 上原さん、三振の準備も大丈夫ですか？何まででした？五十六分です。五十六分、はい。ありがとうございます。うん、月一なんですね。はい、やっぱり、ね、場所を借りるのもやっぱ難しいですね。もう安いところを探して探してって感じですね。うん、ああ。 やっぱ値段とか考えるとこう試合今のところあのやつしかないんで。私たちあまり収入源ないので。収入持ち出しです。持ち出しのあ結構やっぱ自腹切ってとかでも今ちょっとあの金秀の財団金ですか。今回ちょっと助成金もらえることになったので。はい。金秀さん。はい。名前出してるんですかね。 全然,全然大丈夫だと思います。はい人、はい、ということであの後半始まってしまいましたということでですね今日、そういうふうな幅広くこういうお話できるということで僕もあのびっくりなんですけどやっぱこういう月1でこう活動されているんですけどやっぱ台所事情というか正直なこと言うと。やっぱり こういう支援がないとやっぱ成り立たないっていうか。そうですね、大変ですね。今今持ち出しだったんですけど、今回からえっとまあ金比類青少年育成あ金比類さんはいはいはいの方から助成金をいただきましてこれでちょっとなちょっとっていうかちょっとずつあの。 を出しにしながら頑張って今やってる状態です。ああそうなんですか。金比さんありがとう。あ金秀さん。あもう金秀の朝一僕行きますよ。もう朝一二回ぐらい行きます。あ二回ぐらい行っちゃう。あのあのチューリップ買うんじゃなくてポクポクあのスパム買って怒られたっていうのがあるんですけどスパムも安いんですよね。まあまあこう企業名じゃなくて商品名言っちゃダメなんですけどあもうオバータに大人気金秀ということで缶詰安いですよね。安い。 彼ね、今、あの、シールやってる。<laughs> ああ、はい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 。の、なんか。はいはい。あ、<laughs> うさぎのね。ね、はいはい。あの、沖縄の企業がそうやって、こう、やってくれるっていうの、なんか、嬉しいですね。すね僕の中でも、はい、はい。また、こういう輪がどんどん広がってもらって。はい、はい。で。月一ということなんですけど、やっぱ、場所借りるのも、やっぱり、なかなか条件の、見合ったところっていうの、ないですかね。はい。そうです、ね。うん、でも。 まあギノワン氏だとこの福福さんが、うんはい、公民館とかどうなんですか？まだちょっと。 そこら辺、あ、なんて話を聞いたことがないので、ちょっと今後バタン。あ、田舎行けば、あの、青森持ってったら、区長さんにこう、行けば、あ、あの公民館、あの鍵開けとか、使っておいたい、いっさみたいな感じの。そういう感じで、もう、やっぱり、そういうのも大事だと思いますね。そうですね。その中に溶け込んでいく。あ、普通ですよね。結構公民館空いてるんですよ。青森持って、今度。青森というか、サータンだけでも持ってってですね。はい。やっぱり、そういう、やっぱ、あの、やっぱ。ちっ 都会ではなくて、そういういちょっと田舎に行けば空いてるところ、実はいっぱいあるのでそういうところ使,、うん、使わせていただければもう全然、はい。ああとやっぱり、あのー あの横社会って言ったじゃないですか。先ほど、はい、あのちょっとスタッフじゃなくてあのギャラリースペースで言ってたんですけど、やっぱ顔見知りの近くでやっぱり自分たちのそういうのをあんま話したくないっていうところだったら、うん、やっぱ遠くのところでですね。うん、あの会議設けてもらって私の知らない人だからちょっとあえてこういうお腹の中をこうお話しできるみたいな環境もあると思うので、うん、はいはい。実際あの祇園市でやったって。 福福でやったときは、あの遠くはもう富城とかうるましからいらっしゃって、やっぱそういうので、聞きつけて、そうですね。あのやっぱり話しやすいですよね。知らない人のところの方、あ、本当はあの両親とか上司に話すよりカウンセラーに話した方が話しやすいっていうのと一緒で。でもあのうちもあのスクールカウンセラーをやってる方が、あ、そうなんですか。一緒に。 この会に参加してですね、はい、いっているので、はいはいはい、はあ、こういう輪が本当に広がってってですね、こう救えるというか、楽になって、はいはい、なれる人っていうのが増えてくれば、あの前に私もこう吐き出したことがあるんですけど、もうすっごい楽になったんですよ。大事ですよ。すごく大事です。あの。 あの高倉健みたいに、こうひたすらだんまりで貯めとくとですね。あの違うところで爆発しちゃうんで、あの話を聞いてもらえるだけでいいんですよね。うん、別にあのね、アドバイスも何もいらない、ただ聞いてもらえるだけで、すごく心は軽くなるので。うん、でお互いあの同じような、あの家庭環境持ってる、まあ。そういう方たちが集まって、こうね、おしゃべりできたら、かなりこう、皆さん。かなりっいうか、まあ少しはすっきりして、帰って。 もらえるんじゃないかなと思ってるんですけど。ああなるほど。お子さんね預けてじゃなくて連れてきてください。私がこもりしますので。そうですか。そういうあのお子様ずでもオッケーみたいな。完大丈夫です。はい。あの私がちょっとちょっと離れたところで。まずおもちゃ使って。まず少しでもそうやってまず本当に何て言うんですかねこの助け合いじゃないんですけどこういうのも一人一人がこれで救えてね。 自分が救えたら他の人にも手を伸ばせられるじゃないですかです、ね、まずはあの今ちょっと苦しいっていうのも恥ずかしいと思わないでください自分がそう満たされたら分け与えるっていう気持ちで今足りないからちょっと支援してもらうけど、うん、もう満ち足りたらもう惜しむよなくや,、うん、やれるくらいの気持ちでっていうことでだからそういうふうにあの恥ずかしいなんて思わないでほしいんですよねここの支援する、ね、そういうふうな。 まあこれはタンポポジさんの言う「私は王」っていうんですけど王様感覚ですね自分たちはちょっと他のものにちょっと奴隷になりすぎてた、はい、っていうことで。 自分をしっかりと王様意識を持って、うん、あの世の中を渡っててそこからあの周りにも波及させていくっていうのがた、うんぽぽ先生の教えでもありますんで、うんまあ、今度あの興,味興味がありましたじゃないですけど今日あのあのサザエさん的にっとすっとこどこいで来れなかった <laughs> あの泉さんと一緒に今度たんぽぽの園に来てくださいね。はい、はい ということで今日上原さんがまた今日素敵な三振をちょっと準備して上原さんですね八重山古典民をやっておりましてそうなんですかあそうなんですかって軽く言いましたけどそうなんですかってちょっとびっくりしてください八重山出身八なんですか石垣島の出身なんですよあ、そうなんですか僕黒島ですあ、私黒島ですよあららつながりましたねはいはい

アガローザ節ですね。はい。 ファムレ歌ですね、子供ものこう、あやし,や,やしてるというか、はいあの父あの、お母さんなんかが結構働きに行ってる間に、あのお姉さんなんかが子供や,やしてるてあやしてるという。はい みかん木の下で、あやしてる、うん、子供は早く大きくなってねみたいな、無事な,なってねみたいな感じの思いでこんなに心が響くんですかね。<laughs> <laughs> アガローザブシも好きなはいいいですよね。曲の静かなこう響く歌ですね。 本当に山ってそういう歌の宝物でもありますねやっぱこれってやっぱり先ほど言った歌者みたいなそういう個性をすごく大事にしてたんじゃないかなっていうのがあって思いを大切にして大切にしてもともとにだから三な歌三線だから歌が先ですからね歌手拍子でやってたはずなんでこもる歌抱きながらやってたはずなんで。 え、じゃ、こ、あの、三振も、あの、今度、七月に東京行くときに、あの、一応三振も持っていくようにしてます。や重まみ代、はい、タンポポおじさんと、一応近所、三尾さんと僕で。えっと、いつでしたっけ、七月二十四日です。二十日、なんか満員レ礼ト聞いております。そうですね。あ、すごいですね。 先生のお話会です。タップおじさんのそれぐらい聞き先生の話を聞きたいという人があの全国にいるんです。すごいですね。はい。こんなに近くにいる私。そうです。あのうち南地大会と一緒でですね、外のうち南地はいっぱい頑張ってるのにあのあの東京タワーに登ったことない東京都民みたいな感じで、あここにこんなのがあったんだみたいな感じのでうち南地大会の説明もお願いします。うち南地大会のあのちょっと今資料がないんですけど。十月二十。 2八日から23が若者うちなんち大会,ちち大会で,で23から、うんはい、6かなが、ね、あのメインの、はい、世界のうちなんち大会。 ボランティアとしてあの会社としても出る予定してるんで世界からみんな集まりますんで、はい、4年に1回、5年に1回かな。4年に1回じゃないですか、ね、<の>そういうのからあのやっぱりこういうあの支援とかもつながっていけたら面白いなって僕は思ってるんですよやっぱり世界のも,もっと沖縄のことを思ってる人たちがうちの半中が魂持ってる人たちがいるんでそんなつながりがね持てればとは僕は思っております。もう気軽に 行っていいんですか。あ全然大丈夫ですよ。時間と場所とかは。かセルラースタジオで、二十三日かな。がめ、あの初日なってるんで、セルラースタジオメイン会場になっています。うん。うん、朝からずっとあるんですか。か ちょっと、あの、雑木林にこう言われても、こういう感じで流れるみたいよみたいな感じなんですけど、でもすごいと思います、世界中から移民で出られた2世、3世が原点って何っていうので、もうまた見に来るっていうのは、やっぱりそれだけ魅力のあるというか、情熱ですよね。時間もかけていいいいらっししゃるははます これ他の県ではあれみたいですよ、4年間、この間、コツコツお金貯めて、ブラジルから世界大会に向かうために、すごい情熱、まず行ってみてください、僕4年前に行って、もう、名だおろろしましたからね、俺こっちにいる、沖縄にいるうちのうちなんか、なんしてんだみたいな感じで だからちょっと頑張ってもらってうち本家、本元のうちなんちが何やってるのって言われないようにですね頑張っていかないといけないので。 まだ2分半ありますけどもう一回繰り返しますね一般社団法人就活自立支援ネットワークセンター、きょう、かみかみですね、そういう活動をやってらっしゃいますのでぜひネットはやってないんですけど、で今やってて。ははいい でこういういので困っている人たちがいたら、はい、どうにかしてみんなで結るじゃないんですけど,いす、ね、ど助け合っていきたいと思うんで、うん、こういう輪がもっとどんどん広がって他の同じ共有できるようなネットワークさんとですつ、ね、ながって,て、はいて大きなウェーブに、はい、先ほど言ったように多分うちなんち大会も最初はこういう感じで始めていったと思うんですけど今はですねうん、うん、共産する企業さんとかそういう経営者の方がどんどん,どん,どん,どん集まってもらってでっかいウェーブになってまた4年に1回という。 でで来るんやっぱそういう草の根じゃないんですけどそういう運動ってとても大事だと思うんでですね私たちもいつかその大きなウェーブを目指して。はい出ますよ今これが本当にということで楽勝大学もですね今週は。 結構いろんなお話できましたねはい、はい、そういうあのこう子育て支援から、うん、あのちょっと発達障害のお話もできたのは僕の中では嬉しくてですねやっぱ日本はまだまだ立ち遅れてるのでそれを個性としてみ見てもらいたいなっていうのと、はいはい、こういうことでちょっと私事になってしまうんですけどちょっとですね私もちょっとあのこの楽勝大学をですねちょっと今回 ちょっとお休みさせていただいてということでああのあのキャンディーズじゃないんですけど普通の女の子じゃなくて普通の変わり者に戻りますということ<こ>で <laughs> あのちょっと今日ここであの1回あのブレイクしますけど、はい、あのまた楽勝大学来週もまだまだ続きますので <laughs> ぜひ聴いてくださいねということで、はい、もう楽勝大学もう1回ゲストで来たんですからこう宜野湾市民なら聞いていなきゃだめですよみたいな感じで。 時から <laughs>、はい、<laughs> 過去のです、ね、番組もあの僕の,あの「スナブキンの部屋でも貼り付けてますのでぜひ聞い 聞いてみてくださいね。はい。そいうわけで本当にあののコールバックさんとあの野野崎さんですね。今日は本当に楽勝大学ありがとうございました。ありがとうございます。全力しいてくださいね。楽勝大学のつぐさんも今日は本当にアガロザブシありがとうございます。東京大成功すればいいですね。楽しみですね。東京行くの本当に。 そういうことで、はい、ラクシオ大学7月の9日これで終わりますけど、来週も続きますので聞いてくださいねということで、はい、バイバーイ。またねー。ありがとうございます。あ、お疲れ様でした。<laughs> あ,<ー>ありがとうございました。お疲れ様でした。うちも来る島なんですよ。あ、そうなんですか。はい。